電車が発車いたしております。黄色い線の内側までお下がりください。
田線には15分発大田川北難波方面一部特別車特急宇都宮行きが6両でございます。前寄りの2両1号車と2号車は特別車で、乗車券のほか特別車両券身内チケットが必要です。一般車ご利用のお客様、後ろの4両3号車から6号車から後部車の乗車位置難波から14番の前でお待ちください。この特急は南神谷の際4番線到着の電車は普通電車の東岡崎駅です。神宮前、堀田、寄り杉、桜、元正寺、元星崎の順に止まります。南神宮前は17分発急行豊橋行きが先に到着をいたします。降りられるお客様を先にお通しください。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入口券が必要です。スタートで電車の到着です。ご注意ください。15分発大阪は北半田方面一部特別車特急宇都宮です。この特急は南鍵屋と辰巳川に停まります。一般車は後ろの4両3号車から6号車です。中部国際空港へは参りません。戻り間違えなさいませんようご注意ください。並んでお待ちいただいております。横からの割り込み乗車は大阪は赤倉、新米湖、横鍋方面10級中部国際空港行きが4両で参ります。乗車位置の3番から10番の前でお待ちください。神宮前へ大江大道町集落へお参ります。地流東岡崎終点豊橋へは21分発快速特急豊橋行きが先に到着をいたします。11分発大阪は横鍋方面10級中部国際空港機です。お手持ち乗車券のみで中部国際空港へお越しのお客様、到着の10級電車をご利用ください。並んでお待ちいただいております。横からの